皆様、大変長らくお待たせを申し上げました。皆さんこんにちは。まだまだ蒸し暑いのにお集まりいただいて本当にありがとうございます。日本保守党でございます。そしてお集まりいただいた方以外に、この有楽町駅前糸島前広場をご通行中の皆さん、やかましくて大変申し訳ございません。私ども日本保守党と申します。ぜひともお見知りおき、名前を覚えていただけますようよろしくお願いいたします。私ども日本保守党はちょうど1年前に結党いたしました。昨年の9月、私の隣におります作家の百田直樹、作品としては皆さんよくご存知かと思いますが、永遠のゼロなどを書きました作家の百田直樹が、もう今の本当に腐ったそしてふざけた政治をこのまま黙って見ていられないということで立ち上がりました。まあ、その後この1年の間にですね、百田直樹元気そうに見えますけれども、2度腎臓がんの手術をしております。68歳ですからそう若くはないんですけれども、しかしまあ人生最後の元気を振り絞ってですね、この今の日本の政治、もう本当に腐ってふざけた政治をなんとか正そうということで立ち上がったのがこの日本保守党でございます。私どもの旗に書いてありますように、私どもが目指しているのはこの日本を豊かに強くする。もう今日本は不当にですね、貧しく弱くさせられている。全てそれは政治のせいであるということでですね、あの今永田町で行われている大変ふざけた政治を正していこうということで立ち上がった政治団体でございます。ですから今日ここにお集まりいただいている皆さんも、まあ、その私どもの志にご賛同いただいている。だからこそこの連休のですね、最初の日に蒸し暑いにもかかわらずここにお集まりいただいたんだというふうに大変心強く思っております。皆さんぜひとも私たち一人一人の力と意志で日本をもっと豊かに、もっと強く、日本本来の力とそれから強さ、豊かさ、こういうものを取り戻していくという、そういうことをやっていきましょう。よろしくお願いいたします。今ですね、大きな与党が総裁選というものをやっています。そして、まあ、野党の中では大きなところが代表選というのをやっております。で、何やらですね、大与党の、まあ、支援者の皆さんは、よしこれでもう裏金の問題をみんな書き消すことができるだろうと、もう裏金問題なんかどうでもいいよねと、みんな国民の皆さんは思っている。だからこの総裁選で、まあ、あと2週間ほど風を吹かせれば、自民党はその後すぐ選挙をやれば勝つんだと、まあ、こんなことを一生懸命言ってるんですけれども、そう簡単に忘れちゃいけないと思いますよ。私は結構この裏金問題というのは深刻な話だと思っています。皆さんもそうでしょ。みんなね、収入全然上がらないのに税金だけ上がってるじゃないですか。みんな痛い思いして税金払ってるわけですよ。一体どこの誰がですね、何千万っていう単位の収入を隠すことできますか、今の日本で。そんなね、入ってきた、自分に収入として入ってきたお金を何千万も隠せるなんていうのは政治家だけですよ。それでね、いや政治資金はそもそも非課税なんだ、じゃあ隠しなさんなんて話じゃないですか。おかしなことだらけでしょ。こんな基本的なルールも守れないような人たちに日本の舵取りを延々と任せておいていいはずがないんです。ですから自民党が総裁選ということでたくさんの候補を立ててですね、なんだかわからないけれども不祥事を全部煙に巻こうとしている。こんなことに騙されちゃいけません。やっぱりこの腐敗した政治は日本にふさわしくない。私たちはもっと正常な政治を取り戻そうと、
というふうに皆さんもう一度決意を新たにいたしませんか。まあそしてですね、もう一つ申し上げたいことがあります。私どもは日本保守党という名前です。何を保守するのか、大事な日本を保守するということでございます。もちろん日本を守るということの中にはいろんな意味があります。例えば日本国民の命を守る、日本の領土を守る、領海を守る、日本の名誉を守る、いろんな意味がありますけれども、しかしね、日本が日本国たり得るそのゆえん、そのゆえんの第一はですね、天皇陛下がいらっしゃることですよ。そう思いませんか。そしてこの天皇陛下という存在は我が国に2000年近くその血統を継いでこられた。これが世界のどこにもない日本が日本である証なんですね。現代まで2000年近く一つの王朝が続いている国なんてどこにもないんですよ。しかもですよ、王朝が単に続いているだけじゃなくて、その一方で日本は最も成熟した民主主義の国、そして経済的にも科学技術の上でも最も発展した国、これを両方合わせ持っている国は世界に日本しかありません。この日本をどうしても守らなければいけない。ところがですね、自民党の総裁選見てくださいよ。9人の候補者がいる。この天皇陛下の皇統男系継承、これをはっきりと守っていくといった人は9人の中の半分ぐらいしかいないんですよ。それはもう保守政党の姿じゃないんですね。日本国憲法ですら、戦後にできた日本国憲法ですら、第一条は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴である天皇陛下ですよ。つまり天皇を中心にした国、これが日本なんです。それを守るというその形式もない、そういう人たちがトップを争う、これが延々と与党であっていいんでしょうか。私は決して自民党はもう保守政党ではないと思っています。いかがでしょう。それからですね、まあ、この後断続的に詳しくお話ししますけれども、総裁選の議論とやらを聞いていても、ほとんど我々庶民から見れば浮世離れした話が多いですよ。雇用の流動化、あるいは労働市場を活性化する、人の労働をですね、市場なんていう言葉とくっつける、そういう理屈が私はとても我慢ならない。そしてですね、いやいや、あの解雇規制を緩和するのかしないのか、あるいはね、まあ年金の支給は80歳ぐらいからでいいんじゃないか、一体何だと思ってんですか、私たちが働くということを。そう思いませんか。もう全然私たちの本当の日本国民が一体何に悩んで苦しんでるのか全く分かってない人たちの話ですよ。私たちはこの街頭演説で毎回決まって言うことがあるんです。日本のサラリーマンの平均年収はこの30年全然上がっていません。今お集まりの方々だけじゃなくて、ご通行中の方々にもぜひ聞いていただきたい。日本のサラリーマンの平均年収は30年上がってないんですよ。ぜひ若い方、お父さんお母さんに聞いてみてください。皆さんのお父さんお母さんが働いてた頃と今とほとんど変わってないんですよ、お給料が。そんな日本でいいはずがないでしょう。こういうことについて与党の総裁選でもっと火花の散るような議論をなぜしないんですか。そう思いませんか皆さん。それで30年間給料全然上がらないのに、一方では負担するものはどんどん上がっている、社会保障の負担は 1.5 倍以上上がっている、消費税も上がっている、電気代も上がっている、普通の電気の使用量の上に再エネ賦課金なんてものもどんどん乗ってきてる。こんな状況で使えるお金がどんどん少なくなっている中で少子化なんか解消されるわけがありません。ですから今の少子化も、そしてサラリーマンの給料が上がらないことも、そして我々の痛税感、あるいは生活が楽にならないというこの感情、こういうものは全部政治の責任なんです。政治
日本を貧しく弱くしている自民党、公明党がやってきた多くの政策、野党がそれに力を貸してきた政策、これを一つ一つやめさせれば、日本は黙っていても本来の豊かさと強さを取り戻すと、このように私たちは考えています。皆さんいかがでしょうか。まあ、こういう訴えをですね、繰り返し繰り返しいろんなところでやってまいりました。しかしもう私たちはこのことをずっと繰り返して訴え続けて、この有楽町ではですね、8月の暑い時から随分皆さんと何度か、皆さんとというか、まあ、今日来てらっしゃる方とは別でしょうけれども、多くの方にお集まりいただいて、ここでは繰り返しいろんな訴えをしてきていますけれども、その後ですね、全国いろんなところに行って、まあ、北海道やら群馬県やら愛知県やら、そして来週は関西にも参ります。まあ、愚直にですね、私たちしがない政治団体でございますから、大与党とは違いますし、メディアも全く味方をしてくれない。ですからこうして街角でですね、皆さんお一人お一人、全国のお一人お一人に私たちの主張を伝えていくしかありません。ですから今日ここにお集まりの皆さん、またはですね、ここ有楽町で私たちの訴えを聞いてくださって、あ、なかなかいいこと言ってるなと思われた皆さん、ぜひとも皆さんの周りに日本保守党、日本保守党という存在を広めていただければと思います。よろしくお願いいたします。それではですね、この日本保守党を1年前に立ち上げるぞと決意をいたしました。私どもの代表、ベストセラー作家でもあります百田尚樹にマイクを渡したいと思います。よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。はい、ありがとうございます。百田尚樹です。いやいや、有本さん、素晴らしい演説でございますね。どうしたの。いやいや、もう横で聞いててね、もう聞き惚れましたわ。毎回うまくなのね。なんかあるでしょ。そんな風に褒めることめったにないじゃないですか。はい、実は昨日ね、ちょっと私仕事で途中でまして、新幹線の中でね、もうババチビールぐらい怒られまして、はい、ちょっとねこれで褒めとかなとまた怒られますんでね。皆さん本当にね、ちょっとまあ涼しくなってきましたけど、まだまだ暑いです。こんなんでね、この時間にお集まりいただきまして本当にありがとうございます。はい、一応、まあ、日本保守党の代表ということになってますが、もし今自民党みたいに代表選が行われたら私の身分も危ないと、いうことですね。非常に危ないところなんですよ。はい、有本さんがね、次の代表はわしやって言ってますんでね。言うてないですか。はい、言うてないらしいですけどね、すいません。いや、しかしね、この自民党の代表選について、まあ、一言だけ申し上げましょうか。今9人が、立候補してですね、次の、まあ、これ自民党の総裁ってことは次の総理大臣です。次の総理大臣ですからね。だから当然その他党の代表と言いましても、これは日本の舵取り、まあ、キャプテンになるわけですから、私たちも当然無関心でいられない。さてこの中でですね、9人の中で、まあ、いちいち私の名前は申し上げませんが、まあ、誰がいいや、これがいい、いやこれはあかん、あれがいいとかね、まあ、いろんな皆さんも思ってる人はおるかもしれません。しかしながら一言だけ申し上げます。今の自民党の今回の9人の総裁選の立候補者の中で、消費税を下げると言った人は一人もいません。それから、今野放図な移民政策、どんどん外国人を安い労働者を入れるってバンバン入れてますね。これをなんとか規制したい、ここに歯止めをかけたい、これを法改正したいと言ってる、総裁選の候補者は一人もいません。さらにですね、今再エネですね、再エネがもう凄まじい勢いで太陽光パネルでですね、これがもう、電気代がもうどんどん値上がる、なおかつその日本のエネルギーが非常に不安定になる、そして日本の野山や自然や美しい山が、これがどんどん壊されていく。じゃあこの、再エネの問題をもう一度改めて考えるべきだと言った候補者は一人もいません。どうですかこれ。ですからはっきり言います。次の総理大臣、誰がなっても結局自民党の今の路線は変わりません。はい、そういうことです。いちいち名前は申し上げませんがね、これでは、次の自民党の総裁が誰になっても日本は相変わらず貧しく弱くと、
というそういう政党になると思います。さて私たちはですね、日本を豊かに強くというそういうそのキャッチフレーズといいますかね、これを合言葉に私たちは立ち上がったわけでございますが、私が言いましたように、日本はこの30年間日本の自民党は日本をひたすら貧しく弱く、もうこれをずっと、日本をやってきたわけです。で、私たちはその反対をやりたい、日本を豊かに強く。じゃあよく言われます、じゃあ百田さん、日本保守党は日本を豊かに強くと、これは具体的にどうやるんですかと、方法はあるんですか。まあ、これね、私たち の, その日本保守党のサイトをご覧いただければ、そこに全部、具体的に書いてますが、一つもっと分かりやすく言いましょう、今自民党が30年やってきた日本を貧しく弱くしている政策、これを一個一個潰していくだけで日本は豊かに強くなります。本当そうなんですよ。あのね、日本というのはものすごい活力の国なんですよ。国民はですね、世界中のどこの国の国民と比べてもこれほど優秀な国民はないと私は信じております。本当にすごい国民なんですよ。ヨーロッパ、アメリカにも、比べてもですね、これほどすごい国民はありません。で、その日本人がですね、この30年一生懸命働いて誠実に真面目に頑張って社会のために貢献しているにもかかわらず30年間全く経済成長していない、これは、まあ、先ほど有本事務総長も言いましたように、もう政治の無策以外何もでもないんです。ですからこの政策を一つ一つやめていくだけで、日本は豊かに強くなります。確か私が今移民政策のことを言いましたけど、政府はずっと言います、日本には労働力が足りない、だからこのままでは日本は働く手がないんで、だから、まあ、少子化もあるんで、だから外国人を入れないといけないとこう言います。でもね、この労働力が足りないというのはこれは嘘です。これはですね、経団連とか一部の経営者が、言うてることですが、これは彼らは本当に正しく言うてません。正しくはこうです、日本には安く働いてくれる労働者が足りないと言うてるんですよ。つまり給料上げたくないんですよ。安く働いてくれる、つまり日本人よりももっと安い金で働いてくれる労働力が足りないとこう言うてるわけですよ。そのためにそういう一度経団連とか一部経営者はですね、政治家に働きかけて、政治家というのは、まあ、自民党与党ですけどね、自分政府に働きかけてですね、なんとか、どんどん安く働いてくれる外国人を入れてくれというふうに、おそらく多額の献金、あるいはもしかしたら裏金、あるいは賄賂が、あるいはパーティー券という形でですね、そういう形で行われたと思います。ですからどんどん移民の枠を広げていってるんですよ。だからどん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 安い金で働いてくれる外国人を日本どんどん入れてます。そんなことしたら皆さんの給料上がりますか？上がるわけないですよね。社長、もう給料やってられません、こんな低い金でやってられません、給料上げてください。そうか、ほらまあやめてくれと、お前の半分で働いてくれる外国人おるんやと、まあこんな状況です今日本はね。はい、まあ今例えば移民問題もそうです。例えばね、まあ、移民の問題はですね、まあ私たちは外国人を全部排斥するとは言うてません、はい、外国人ね、例えば日本が大好きだと、そして日本の文化が大好きだと、そして私たちは日本のルールを尊重する、こういう外国人の方はね、もう実はウェルカムですよ。本当にそういう人は日本文化を尊重してくれて、日本のマナー、そういう日本のその風習を、これを愛してくれる外国人ならいつでも来てください、そして一生懸命働くという外国人は本当に、私たちはもう大歓迎ですよ。でも現実にはそうじゃないんですよ、日本の文化を全く尊重しない、あるいは日本のルールなんか守れないと、これ実際にそういう街がたくさんあります。そこはもう日本の住民、まあ、日本人ですね、日本人ともいろいろ問題を起こしている、トラブルを起こしている、あるいは警察沙汰になる、でそういう時にですね、あの彼らは言います、まあ、あえてね、どこの国の人か言いませんけど、お前たちがわしらのルールに合わせろと、何を考えたのかと思います。中にはですね、そういう犯罪を犯しても警察がですね、もう不起訴にする、あるいはその無罪方面で釈放してしまう、まあ、こういうことが現実に起こっております。でこういう問題に対して、今の政府の与党の
いわゆる国会議員はですね、全く知らん顔です。今回の、もう一回繰り返しますけど、今回のその9人の候補者の中でも、この問題に対して、これをなんとかしなければいけないと言うてる総裁選候補、総裁の候補者は一人もいません。だから彼らにとっては、全然知ったことじゃないんですよ。まあ、もちろんね、移民問題も、いろいろ各種、地域によってみんな違います。はっきり言いますと、例えば川口ね、埼玉県の川口なんかはですね、本当に、違法難民、あるいは不法、移民、そういう人たちですね、もう本当に、地域で大きな問題を起こしてるんですね。でもね、自民党の議員にとってはそんなも知ったことないんですよ。彼らはそういう町では住みません。はい、もうオークションに、もうすごい高級マンションに住む、あるいは高級住宅街に住む。ですからそういうところにはね、そういう不法移民とか来ませんので、ね、だから自分たちにとっては知ったことじゃないんですよ。そしてどんどん安く労働者を入れたら経団連も喜ぶと。はい、まあそんなわけで、だからね、これを一つ、例えば移民問題、これを一つ改正するだけでね、日本の皆さんの給料は変わりますよ。当たり前です。さらにですね、ここに一つ一つ言っていきますと、太陽光パネルですね、はい、いわゆる再エネというやつです。でこの再エネはですね、これ明らかに利権です。この、再エネというのはですね、これ太陽光パネル発電が増えれば増えるほど、日本のエネルギーの状況が非常に不安定になります。当たり前ですよね。太陽光というのはガンガン火が照っている時にはものすごい電力供給量があります。しかしながら一旦雨になる、あるいは曇る、あるいは夜になる、そうすると電力が一気にガーンと下がります。じゃあ下がった場合どうするのかと、昼間ガンガン供給量が増えている、これを今の技術ではその電力を貯めておくことはできません。ですから余った電力はもう実質捨てていくしかないんです。ですからそんなもったいないことないんでね。でそれが夜になったらじゃあどうするか、あるいは曇りになったら、雨になったらどうするかというと、足りなくなった分をもう火力発電、あるいは原子力発電でもうそれを補うわけですね。つまりこれらしただけで皆さん分かると思いますけど、太陽光パネル発電量が増えれば増えるほど、それをバックアップする火力発電、原子力発電の量が増えていくということなんですよ。まあ、こんな無駄なことはありません。で例えば今日本はですね、全国平均で再エネが20%です。そして、これ日本全国平均ね。で最も、これ結構バランスがあります。最も高いのは北海道で、北海道はもう 30% 台の半ば、もしかしたら後半かいってるからな。で、さて日本の電力会社は全国で10個あるんですが、最も高い電気代を払ってるのは、家庭が電気代払ってるのはどこかというと、その北海道なんですよ。これ矛盾でしょ。矛盾というかね、変でしょ。つまり太陽光パネルが最も高い比率でやってる北海道が最も電気代が高いんですよ。これが再エネの実態です。にもかかわらずですね、これ名前言うてもいいかな、例えば河野太郎さんなんかはですね、太陽光パネルで 100% やるんだとかね、再エネも 100% やるんだとか、むちゃくちゃなこと言うてます。もうこんなことだったらね、日本終わります。皆さんの電気代もどんどん上がる。皆さんの家庭用の電気代はね、なんとか頑張ったら、いけるかもしれません。ところがこれね、日本の大きな問題はね、産業用電気代なんですよ。工場、あるいはそのメーカー、あるいはその、物を作るところですね、その製造業、こういうところの電気代がですね、どんどん上がっていくんです。今現在でも日本の産業用電気って先進国に比べて高いんですよ。で、つまり日本は物を作っていく、車を作っていったらいろんなものを作りますよね、家電も作る。そういうところで、電気というのはものすごい、大きなコストです。その日本はそのコストにおいて、外国に至っても大きなハンデを背負うわけですよ。でこれがどんどん上がっていったら、産業電気代が上がっていったら、日本は完全に国際的な、製造業の戦いに敗れるんです。そうなったら日本はさらに貧しくなります。はい、もう偉いことですよこれ。だからね、今日本の政府がやってることは本当に日本をひたすら貧しく弱くしている、そういう政策を、ね、方々で繰り返してるんです。ですからそれを一つ
政策をする前にですね、間違った政策を潰すだけで日本は復活します。これ間違いありません。私はね、まあ、最近方々で言うわけですが、まあ、もしかしたらまたその話かと思われるかもしれませんけど、日本人の底力をね、示す話を一ついたしましょう。まあ、何回も方々で繰り返してますけどね、今から79年前8月の15日、日本はポツダム宣言を受諾、これを世界に発表して、まあ、そこで、戦争が終わったということになっております、はい。日本は戦争でね、初めて日本という国家が初めて対外戦争で敗れて、そして他国の侵略を受けました、支配されました、はい。で、この時にですね、アメリカ軍は1945年の8月から9月にかけて、日本を全土侵略して、侵略というかね、進駐してですね、日本は主権を失いました。でそこでアメリカ軍はですね、何をしたかというと、まず一番最初にしたことは、まあ、日本軍の武装解除なんですけど、その武装解除終わった後にアメリカ軍は日本を北海道から、九州まで、まあ、沖縄も含めてですね、調べ尽くしました。日本という国はまだどんな力が残ってるか、どんな活力がまだ残ってるか、どんなエネルギーがあるか、どんな人的、資材があるか、どんな工場があるか、これをね調べ尽くした。でこれが法令報告書といって、その年の45年の12月にこの報告書が、新駐軍が出しました。でこれは英文で書かれてるんですが、私もこれ読みました。そこにね、まあそれを見ると本当に今から79年前の日本は何もかもないんですよ。何にもないんですよ本当に。その時にアメリカ軍は、その法令報告書の最後に何て書いてたかというと、この国は、この日本ですね、この国は50年かかっても昭和5年当時の生活水準に戻れるかどうかわからないと書いてあるんですよ。50年かかって、当時昭和20年ですよ、50年かかって昭和5年当時の日本にも戻れないんじゃないかと、まあ、そういうことが書かれてあるわけですよ。でもね、これはオーバーじゃないんです。実際に当時の日本ははっきり言いまして世界最貧国です。地球上のあらゆる国の中で、まあ、当時国はね有色人種の国ってなかったんですよ、当時の国家いろんな国がある中で日本は世界で最も貧しい国だったんですよ。3年8ヶ月の大東亜戦争で、国民が310万人亡くなりました、そしてこの東京も、それから私が生まれた大阪も、あるいは今日福岡もですね、もう日本の名古屋も日本の誇る大都市が全て焼け野原にされたんですよ。これ有楽町もそうです。何もかもなかったんですよ本当に。こんなビルなんか一つもない、もう至る所焼け野原なんですよ。これが79年前の日本です。嘘やと思ったら皆さんインターネットでね、終戦直後の日本、調べてください。もう少し上、はい、これ2つの音しんどいね、はい、ごめんね、今のは聞かなかったことにしてください、はい、もう2つや二刀流やで、こうなったら、はい、どこが喋ったか、そうそう、日本はね何もかもなかった本当に。例えば、アメリカはですね、まあ、先ほど日本は1945年の8月に戦争終わったと言いましたけど、あ、真ん中を持って、ややこしいねこれね、はい、いろいろ大変や、喋らなあかん、持たなあかんということで、はい、私一平で2つのことはできませんね。それでですね、まあ、先ほど言いましたように45年の8月に日本は戦争に負けたわけですが、アメリカ軍は、その3ヶ月前の5月に東京を爆撃目標リストから外したんですよ。つまり東京はですね、これ以上一発の爆弾を落とすのも無駄やというぐらい破壊されたんです。もうボコボコにされて、もうこれ以上東京には爆弾を落とす必要がないというぐらい東京は破壊されたんですよ。で、その時代、1945年の9月ですね、日本はすごい危機やったんです。でこの年の1945年の暮れはですね、日本は食料自給率、これは 71% か 2% です。というのはどういうことかというと、当時の日本は自国でできる米なら国民の3割近くが飢えて死ぬという、そういう国だったんですよ。でその20年の9月10月はですね、国民の失業者、当時はまだね女性はまだ働くことなかった、ほとんど、まあ、
労働者男性なんですが、この失業者が1500万人いたんですよ。当時の人口日本の人口7700万人です。そのうちの、男性が約、まあ、3000何万としたら、そのうちの1500万人は失業者だったんですよ。そんなすごい国、そんなひどい国だったんです。これは確かにね、世界最貧国です。でもね、皆さん50年かかったかということです。その貧しい最も悲惨な国、若者がですね200万人以上亡くなった、そして国民全体で300万人亡くなった。この国が50年かかったでしょうか。かかってないですよね。戦争が負けて19年目、昭和39年、日本は何をしたか。東京オリンピックを開いてホストとして世界中の国の人たちを招いたんです。19年ですよ。そして同じ年に、当時アメリカもソ連もイギリスもフランスも第二次世界大戦の戦勝国はどこもできなかった。当時はね、夢の技術、あるいは不可能な技術と言われた時速200キロ以上で走る高速鉄道、新幹線です。これを東京から大阪まで通したんですよ。たった19年ですよ。そしてその3年後、昭和42年、日本は西ドイツを抜いてアメリカに次ぐ世界第2の経済大国になったんです。たった22年でこれをやったんです。世界最貧国からですよ。日本はそれぐらいの底力のある国民なんです。にもかかわらず、この30年間私たち一生懸命働いてるのに、にもかかわらず30年間サラリーマンの給与は1円も上がってないって、これはね、もう何度も繰り返しますが、もう政府の無策、これ以外何もでもありません。ですからね、この政府のやり方のまずさ、これを一個一個潰していくだけで日本は必ず復活します。あっという間に復活しますよ。10年経たないですよ。にもかかわらず今回の総裁選に出てる9人の顔でね、誰もそんなこと言うてないじゃないですかね。中の一人はですね、日本を豊かに強くをほじって日本を強く豊かにとか言うてますけど、はい、ね、なんか言うなってね、僕はあんま言うてなかったけど、有本さんがガンガン言うてね、その人から有本さんとかに電話かかってきてね、管理してくれ言うてね、有本さんが管理せえ言うてね、現在もう横で聞いてましたけどね、怖かったですよ。はいはい、もう三大外乱みたいな戦いでね、はい、中のことは分かりませんね、すいません、はい、これ分かるのは老人だけです。すいません、お母さん笑いすぎやね、笑ったわ、はい、お母さん分かんないね、三大外乱、はい、すいません、本当にね、なんとかせなきゃいけません。私はね、まあ有本さんね、先ほどちょっとな、まあちょっと、まあ、だいぶ褒め上げられましたけど、まあ、私はもう68歳です。がんもやりました。まあね、そんなにあと長くはいけないと思いますが、私はですね、若い時はずっと放送作家として、まあお笑い専門の放送作家だったんですよ。もうね、頭の中はね、どうやって笑い取るかなとか、どうやっておもろい番組作るか、もうそれだけで頑張って生きてきて、まあそれ、働くことはですね、嫁さんと子供を養うことですから、当然ね、おもろい番組作ろうって頑張ってた。で、私は50歳の時に放送作家から小説家になりました。で、小説家になった後ですね、なんと、いかにして、多くの人を感動させる物語を書こうかと、もうそれをね、頑張って18年間小説書いてきました。はい、でもね、もう60代で後半になってね、はっと気がついたんですよ。いや、またって、本当にもう国民というかね、私たちがもう腹の底から笑って、そして心から感動する、これは日本が、その私たちの生活が安全で豊かな国であるという、これがなければ本当に笑えないし感動できないということに気がつきました。はい、ですからね、まあ私はですね、まあ本当に、この国を、まあ今皆さんね、今は全然まだ豊かで、安全な国と思ってるでしょう。私もそう思ってます。しかしながら今の日本の状況を見てるとですね、これが果たして10年20年続くかというのは非常に不安になります。今の自民党の政策を見てるとですね、日本はさらに貧しく弱くなります。そして日本は内側から壊れていきます。
昔ね、山本七平さんというね素晴らしい、まあ、評論家、この方がですね、日本人とユダヤ人という昭和40年代に大ベストセラーを書いたんですが、この時に彼の本の中の名言があるんですね。これは非常に有名な言葉ですけど、日本人は安全と水はただやと思ってると。でもね、もうすでに、まあ、水はね、まだ今でも安いですけど、もうすでに安全はただではなくなってる状況なんですね。これはまあもちろん地域差もいろいろありますけど、もうまさにね、地域によってはもうそのもう安全に暮らしていくことさえも非常に難しいと、まあ、そういう時代に今差し掛かっています。で、これデータ的にもね、この東京なんかもそうですけど、移民がすごく多くですね、もうその小学校のクラスでは、クラスのもう何分の1か、何人1人かな、もういろいろありますね、地域差ね、下手したらもう 10% あるいはそれを超えるような、外国人がいてですね、これはね、もうヨーロッパの後追いです。もうヨーロッパが今すでにそうなって、もう完全にヨーロッパはもう壊れてます。ヨーロッパはおそらくもう元には戻らないでしょう。しかしね、日本は絶対そうなってはいけないと。だそのために今どうして食い止めるかというのが、まあ、私たちの、まあ、テーマの一つでございます。しかしながら、今この、まあ、先ほど言いましたね、太陽光パネルにしてもですね、それから移民問題にしても、あるいはその消費税の問題、あの税金の問題ですね、こういうことを何とかしなければという、そういうその自民党の議員、そして自民党だけじゃない、野党議員もこれ全くいないんですよ。これね、私たち国民は選挙の時にそういう選択肢がないんですね。これではいけないと、まあ、そう思って、まあ、私たちは、まあ、微力ながら、まあ、本当に討論の、まあ、カマキリのものですよね。本当に大与党の前ではですね、本当にその像に挑むありのようなもんですけども、それでもやっぱりね、なんとかしたいと、まあ、私はっきり言いまして、まあ、あと10年も生きてないんです。はい、でもね、私は死ぬ前にですね、いや日本は非常に不安やなと、このまま死んだ後日本はどうなるやろうと、まあ、そんな思いで私は死にたくないし、そしてですね、まあ、はっきり言いまして、私はお金持ってます。はい、すいません、ごめんなさいね、はい、別に悪いことじゃないよねこれ、はい、ですからですね、まあ、私はもう晩年、まあのんびり生きようとしない、まあ、多分生きれるかなと思うんですけど、でもそうやってですね、自分が食いたいもんをうだけ食う、遊びたいだけ遊んで、まあ、乗りたい車乗ってですね、美味しいもんだけ食べて、そしてまあ旅行とかいろいろして、そんな風にして、まあ、寿命が来たから死にましたと、まあ、こんな風にして死んだらですね、私は、まあ、天国で、まあ、天国か地獄か分かりませんけど、親父あるいはおじさんたちに会った時にですね、やっぱりちょっとこの顔向けできへんなと思います。直樹、お前何してるんだよと、お前確かにベストセラー書いて本を売ったかもしれんけど、お前本当に世の中のために何かしたんかと、まあ親父に送られた時にですね、まあちょっとこれ顔向けできないなと思ってね、はい、私、まあ親父の話しました、そしておじさんの話しました、私の親父はですね、大東亜戦争に従軍してます。で、おじさん3人いるんですが、3人のおじも全部、戦争に行ってます。たまたま4人ともですね、運よく、帰ってこれたんですが、これ全部ね、大正世代なんです。で、大正世代というのはね、1360万人いるんですが、男はね、男は最東世代の男が1360万人いるんですが、そのうちの200万人死んでるんです。大方 6.7 人に1人死んでるんですよ。で、なおかつもっと言いますと、大正の8年から大正の15年、つまり大正の後半世代ですね、うちの半分の世代は、おそらく3人か4人に1人死んでるんですよ。まあ、大変な世代です。で、私先ほど言いましたね、日本は戦後、信じられないような復興を遂げた。わずか19年で東京オリンピックを開いて、そしてその3年後にアメリカにと世界最大の経済成功になった。これを誰がやったと思いますか、皆さん。誰がやったと思いますか。大正世代ですよ。戦争から帰ってきた男たちが、もう本当に焼け野原になった日本を立て直したのがこの大正世代です。昭和20年の8月15日の時点で大正世代は20歳から34歳です。大正15年生まれがちょうど昭和20年で20歳です。そして大正元年生まれは昭和20年の時点で34歳です。つまり20歳から34歳、最も働
戦場、3人か4人に1人死ぬという地獄の戦場から戻ってきて、何もかもなくなった日本を死に物狂いで立て直したんですよ。私はその息子です。ですから、まあ、それのね、偉大な大正世代には到底、かなうはずもありませんが、しかしながら、まあ、少しでもですね、まあ、世の中、あるいは人のためになるようなことをね、まあ、少しでもして知りたいなと、まあ、最近はそのことを考えております。皆さん、どうか日本保守党をよろしくお願いします。ありがとうございます。なんか言いたそうやね。ですね、だいぶ皆さん長く経ってお話を聞いてくださっていて、ちょっと暗くなりました。ここでですね、まあ、いろんなご紹介をしたいんですけど、まずここに私たち日本保守党、いや日本保守党のことを周りに進めようと思ってもね、なかなかうまく話できないよという方もいらっしゃるかもしれません。ですからここにですね、紙1枚裏表に日本保守党のことをまとめてあります。このチラシ、今日お越しになった方、ぜひ1枚ずつお持ち帰りいただきたいと思います。いや、他の凱旋場所でももらったよという方はもちろんご遠慮いただいても結構でございます。ぜひともですね、これ後で、お配りして回しますので、お持ちいただければ幸いでございます。それからこれからですね、ちょっと私ども他の仲間もですね、登壇してもらいますけれども、まあ、この後ですね、今そこで、和服姿でいなせな感じで立っている、まあ、東京のですね、荒川区の区議会議員、に、区議会議員を6期務めている小坂英治議員にですね、まあ、登壇してもらうんですけれども、小坂さんのですね、 SNS での発信を見ていただければ分かるんですが、もうですね、まあ、日本がちょっとむちゃくちゃにされかかっています。まあ、そういう話を具体的にしてもらいたいなというふうに思っております。そして、まあ、私たちのこの凱旋活動を含めてですね、支えてくれているスタッフ、まあ、ちょっと身内を褒めるようで、大変恥ずかしいところもありますけれども、でもあえてちょっと皆さんにご紹介させてください。この演説始まる前にですね、まあ、いろんなご注意を皆さんにお伝えし、そしてここでですね、目を光らせている、まあ、この方ですけれども、梅原克彦、私ども日本保守党の特別顧問、この方は元仙台市の市長でございます。まあ、仙台市といえばですね、東北で一番の大都会ですよ。大体ですね、日本の政令市の市長っていうのはなかなか務められるものじゃありません。しかも私は梅原さんと知り合ったのはもう十数年前なんですけれども、なぜその時梅原さんと知り合ったかといえば、まあ、ご本人はね、あんまり自分の自慢っぽくなるから言いたくないでしょうけれども、私も実は現職の時、梅原さん市長現職の時は知りませんでした。ところがですね、まあ、一期で市長をその後は引かれたわけですけれども、その後になって私は知った事実がありました。それはもし梅原克彦市長が仙台にいなければ、今頃仙台の駅のすぐ近くには巨大な中華街ビルが建っていただろうと、こういうプロジェクトがあった。これをですね、仙台の駅周りにそういうものは果たしてふさわしいんだろうかということで、身を挺して戦って仙台の街を、まあ、いわば守った、その市長が梅原克彦さんでございます。私たちですね、しがない政治団体ではございますけれども、この中にいる、まあ、私は大したことないんですけど、周りの人はですね、大変立派な人間が多いです。それからもう一人、どこ行きました？大越さん、どこ行ったですか？どこ行かれました？ちょっと今後ろの方、あ、一番後ろで、皆さんのあれ後ろから見てますけど、後ろで手振ってる人がですね、大河内元義さんっていうんですけれども、まあ、私どものスタッフです。この人はですね、今年1月1日に発災しました能登半島地震、これの被災現場にもう何度も何度も住んでいる名古屋から自前でボランティアで行って、そしてもう完全なボランティアですから、もう自分の食べるものから何から何から全部自分の車に積んで行ってですね、向こうで例えば屋根に登っていろんな修繕をする、あるいは家の中から、崩れちゃった家の中から取り出せなくなったものを取り出したいと、そういう人たちの声でですね、そういうことをやる、あるいはちょっとここを修繕してほしい、何々を直してほしい、そういうことをずっとボラン
ティアでやってきた防災のエキスパートです。防災士で、私はですね、この大河内さんの、ボランティア活動、これを見てですね、いやこれは素晴らしいと、私たち日本保守党が今後ですね、責任ある政治勢力になっていって、やっぱりこの日本ではもう毎年のように大きな災害が起きますから、この災害に対してどんな風に立ち向かっていけばいいのかというのを考えるときに、やっぱり彼の経験値というのは大変重要だと思いまして、そしてお願いして日本保守党のスタッフに加わってもらいました。ですからこの大河内元義さんの被災地での経験、これまで数多くの被災現場にボランティアとして身一つで入っております。この経験もですね、大変私たちにとっては心強いものでございます。ですから皆さん、私ども本当に何度も言いますが、しがない国会議員の一人もいない政治団体だと、よく与党の人関係者からバカにされますけれども、でもですね、持ってる志と、それから一人一人のポテンシャル、これでは決して与党に負けるものではないというふうに思っております。それから先ほどから、私も代表の百田直樹も申しましたように、私たちが目指すのは日本を豊かに強くでございます。政治家の懐を豊かにすることではありません。そしてね、よく言いますよ、自民党は右から左までいろんな人がいるんだと、だから国民のあらゆるニーズに応えられるんだと言いますけれども、ではなぜ先ほど百田直樹が言いましたように、もうこの再エネ賦課金ってやめた方がいいんじゃないの、国民の皆さん困ってるから消費税は下げた方がいいんじゃないの、これを言う人はなぜいないんですか。おかしいじゃありませんか。ねえ、みんなのあらゆるニーズに応えるんだったら、どうしてそういう大事なことを言う人誰もいないんですか。おかしくないですか皆さん。あとね、こんなことを言う人がいるんですよ。あんまり自民党の悪口言わない方がいいですよ、自民党の批判しない方がいいですよ、だって支持層が被るから。被りませんって。この再エネ賦課金がおかしいじゃないかと、そんなことを誰一人、9人もいるですね、総裁選で誰一人言う人がいないところと、私たちは被ってないです。我々を支持してくれる人たちは本当に日本を豊かに強くしたい人なんだと、このように思っておりますから、遠慮なくこれからも批判をさせてもらおうというふうに思っております。なぜならば支持層が被るから遠慮して批判をしない、こんな選挙第一みたいなことをやってるから日本こんなになっちゃうんですよ。本当に日本にとって必要なことはどんな時でも言わなきゃいけないというふうに私は思います。皆さんどう思いますか。ですからですね、私たちは日本を豊かに強くするためにこれが正しいんだと、この政策をやれば、あるいは今やっているこの政策をやめれば、日本は本来の豊かさと強さを取り戻すということはどんな場面であっても言い抜こうというふうに思っております。そういう人間が一人一人増えて、そしてあの永田町で半分ぐらい我々日本保守党のメンバーに入れ替わったら、間違いなく日本は豊かに強くなるというふうに申し上げたいと思います。昨日活動を終えて、ちょっとみんなで話をしていた、その時に先ほど能登の被災現場にずっと入っていた大河内元気さんがこう言いました。有本さん、こんなのは素人考えだと言って笑われるかもしれないけれども、能登の被災地だけでも消費税を下げることはできないんでしょうかねと。そう思いますよね、みんな思いませんか。これを多分言ったらですね、小馬鹿にするんですよ。そんなことは簡単じゃない、ああでもないこうでもない、できない理由をいくらでも言う。だけど皆さんね、被災して本当に困っておられる、そこをなんとか助けたいと思ったら、そんなできない理由なんてみんな潰していくのが本来の政治じゃないんでしょうか。だから彼の経験はものすごく大事だと私は言いたいんですよ。これが国民の本当に素直に思っている気持ちなんですね。彼は能登の人間じゃありません。名古屋に住んでる、だけど能登に生き続けて能登の人たちが困っている姿、あるいは被災地がですね、もうめちゃくちゃになっていてなかなか復興が進まない、この様子をずっと見続けた人、その人の
し、これがね、いろんな理由でいろんな建前論でできないとしたら、日本はもう終わっていくんだと私は思います。ですから皆さん本当にですね、今踏ん張りどころですよ。今日ここにね、女性もいる、あの年を召した方もいらっしゃる、若い方もいらっしゃる。だけど今ここにいる私たちが踏ん張って、この日本の政治ずっと間違った方向に来ているもの、これを方向を変えるということに踏ん張らないと、日本はどんどん貧しく弱くなっていきます。それでまあ何度も他党の総裁選のことを言って悪いですけれども、そこで今トップを走っていると言われる人がこういうふうに言いました。日本はもう世界の大国じゃなくなるかもしれない。ついにドイツに抜かれて4番目になりました。そのうちインドにも抜かれるでしょう。どんどん弱くなりますよ。それをやってきたのはあんたたちじゃないのとね。その同じ彼が自民党を変えるだの日本を変えるだの言ってるけれども、じゃあ日本がこのままだったらどんどん衰退していくんだったら、その日本を変えたいんであれば、まあ私は日本変えていいと思ってませんけど、まあ とりあえずそれは置きましょう。変えたいと思ってるんだったらば、あんたたちが退場することが一番じゃないですかと言いたいですよ。そうじゃありませんか。間違ったことばっかりやって、日本をそれだけ弱くして、いやいずれインドにも抜かれますよって、その原因作ってるのはあんたたちですよ。私ね、必ずまたこの凱旋活動で言う一つのエピソードがあります。まあエピソードじゃない、日本の国がいかに間違ってるかという具体例です。日本政府は今いまだに電気自動車に多額の補助金を出しています。何やら脱炭素というまあ世界的な目標を日本が一生懸命達成しなきゃいけないということでですね、どんどん電気自動車に置き換えていきましょうと、こういうことを推奨しているわけです。環境省は電気自動車を1台買ったらば最大85万円の補助金を出すと、まあこういうことをやっています。そしてさらにこの東京都は2030年になぜだか知りませんけれども、ガソリン車をゼロにするという目標で、そして国に加えてさらに最大で50数万円にも及ぶ、補助金を電気自動車に出しています。つまり東京に住んでいて電気自動車を買えば百数十万円、最大で百数十万円の補助金が出るということです。でもね、この電気自動車、もちろん日本のメーカーが作った国産のものもありますよ。だけどそのうちの多くが隣の国で作ったもの、さらに隣の国のメーカーとか外国メーカーが日本と関係ないところで作った、日本人の雇用に全く寄与しない、その電気自動車にどんどん補助金を出して、一方で何やってるかって言ったらば、国土交通省はトヨタをいじめてますよ。なんでそんなことするんですか。日本が世界に誇る世界一の車メーカーをわけのわからない基準で国土交通省がいじめて、トヨタの株が下がる、こんなことをやってね、一方では電気自動車にじゃんじゃん補助金出す、これは一体日本人のための政治だって言えるんでしょうか。皆さんこれ本当に深刻なことだと思いますよ。私必ず言うんですね、お前トヨタ自動車の回し物かと。まあ実際違うんですけれども、でもトヨタ自動車の回し物と言われても構いません。日本が世界に誇る技術、日本が日本として大国であると言われるのは、こうした日本のものづくり産業、これが強いからですよ。それをね、ないがしろにして外国で外国メーカーが作ったこういうものにじゃんじゃん補助金を出すような、こんな政策ばっかりやってる。まあ他にもありますよ。例えばね、外国から留学生が来たらどんどんこれを金銭的にバックアップする。ところが日本の子供たちはなかなか経済的な理由で大学に進学できないという人はまだいる。でそうかと思うと、今度は人気取りで全部私立まで無償化すると言い出した。私立無償化したらどういうことが起きるかは大阪見れば明らかです。公立の学校がどんどん定員割れで潰れていくという、もう全くですね、公と私立の区別もつかないような場当たり的に、自分たちが選挙で投票を取るためだけの
の活動の中心でございます。ですから皆さん、この日本保守党はですね、本当に何度も言いますが、しがない政治団体ですけれども、利権とは何の関係もございません。そしてあの大与党が、わけのわからない利権とただただつながっている、あらゆる利権と紐づきになっている、このことをですね、国民のあらゆるニーズに応えるんですなんていう風な綺麗事でくるんで私たちを騙そうとしている、これに騙されちゃいけません。そしてもう一つ、野党はもっと話にならない。先ほど私が言った自動車の補助金、電気自動車への補助金、あるいは再エネ賦課金、こういうことはですね、自民党の総裁選の候補が言わないだけではなく、野党も全然言っておりません。つまりあの永田町というところに私たちが望む選択肢が全然ないということでございます。ですからそれならば日本保守党がその選択肢になろうと、こういうことなんです。百田直樹が言いました、ダメな政策をやめさせればいいんだ、そのためには力が必要でございます。皆さんぜひとも私たちに力をお与えいただけますようによろしくお願いいたします。日本を守って、日本を豊かに強くして、次の世代に渡しましょう。ぜひですね、今日お持ち帰りいただいたこの私どもの A4 の紙でですね、周りの方々に私たちの主張をお伝えいただければ幸いです。さてここで先ほどご紹介を少しいたしました、私どもの昨年の日本保守党の結党の時から、ずっと一緒にやってくれている大変強い味方、東京都荒川区の区会議員、もう大変ベテランの区議会議員でございます、小坂英二区議会議員に登壇してもらいたいと思います。小坂さん、よろしくお願いします。
極めて歪んだ状況であります。具体的な話をいくつかしたいと思います。私が持ち場にしている荒川というのは大変外国人が多い地域であります。今の時点で 10.3% が外国人という住民登録になっています。違法の滞在の人を加えれば数字は分かりませんが、さらに上がるのは確実であります。なんでこうなっているか。安い賃金で働いてもらうために移民を入れている、そういう話が先ほどありました。そして安い賃金のために国民の安全安心というものは極めてないがしろにされている、そういう数字として挙げられるのは技能実習生の失踪の数であります。平成25年から累積で7万6000人余りが外国から来た人が技能実習生という枠だけでいなくなってます。いなくなったら何をするか。住民登録してないんです。住民登録しないでできる仕事、一体どんなまともな仕事があるんだという話になります。極めてグレー、そして真っ黒な仕事に従事をしている人が相当数いるだろうと。そういう母数に技能実習生というだけで7万6000人いる。ここから少し歩いていくと千代田区です。千代田区の人口は7万人。この千代田区の人口よりも多い人たちがいつの間にかいなくなって、この雑踏の中で何をするかわからない状況になっている。それが実習生の失踪であります。こうしたことを進めてきたのは自民党公明党政権の自民党公明党政権であるのは言うまでもありません。野党の政権になったらさらにこうしたことを加速されるでしょう。どちらを選んでも同じなのです。こうした流れにくさびを打ち込まなければいけない、その中核となるのが日本保守党であります。ありがとうございます。差別利権だ、どうだ、アイヌだという話は何か民主党系の人たちが得意にしているようなイメージがあるかもしれません。しかし調べていくと、自民党公明党政権の下で令和6年の今も続いている同割り券あります。例えばハローワークに行って、私は同和関係者なんですということを林保官というですね、ちょっと話すと長くなるんですけど、林保官という、同和関係のですね、つながりのある団体を通して、この人同和関係なんですっていう口添えがあるとですね、ハローワークで失業給付の支給期間がですね300日と360日までですね特別に伸びる、同和の対策のですね、そういうものが未だにあるんですね。また北海道に行くと同和ではなく、今度はですねアイヌということで特別求職者雇用調整助成金というものがですね、アイヌだから再就職しにくいでしょうと、そういうようなことでですね、アイヌ専門の窓口がそれぞれのハローワーク等にあってですね、そういうものを斡旋しているというようなことが今現在も行われています。これは自民党公明党政権の下で厚労省が作った制度であって、民主党がどうだったですね、そういう話ではなくて、やっぱり日本か日本人というものをですね中心に考えている政党政権ではなく、何かそうしたものを相対化して脇に置いて、その上で経済界の雇用だったですね、そうしたものをスムーズに安い雇用を進める、そうしたことをやっている集団の秘訣だろうというふうに私は理解をしています。地元の荒川区で見ても荒川区議会たくさん議います。しかし朝鮮学校に補助金を出すのはやめろということを22年前から言っていても、それに一緒に関わってくれる議員は一人もいません。23区どこを見ても同じでしょう。そして1年ごとに辞表を書いて高額の基調報酬をみんなで自民党は払い回しをする、そして議員を辞めたら月に30万円ぐらいもらえるんですけど、選挙管理員の OB 選挙管理委員という役を自民党の議員で選んで、そこにをつけてですね、議員を辞めたら1年間で144時間ぐらいしか働くないのに毎月20万30万もらえる、そういう天下り先を
自民党も公明党も作って23区それぞれでやっている。もうこんなことばっかりなんですよ。地方議会で一人会派で今まで無所属でやってきました。自民党が今総裁9人候補が出てます。誰になるか、それが誰がなっても私が荒川区議会で見ているような、また近隣の地方議会で見ているような悪弊は、総裁が変わってもこれが変わるということはないというふうに私は 100% 残念ながら断言をせざるを得ない、そんな腐り切り方だというのをこの場で申し上げたいというふうに思います。その中で日本保守という党というのは10人の地方議員がいます。そしてこれから来るべき戦いの中で国政政党を目指して戦っていくということであります。どうか皆様、まだ国会議員が一人もいない政治団体でありますが、自民党から共産党がもう大政翼賛会のように同じことを言っている、こういう政治状況の中で日本というものを中心に据えて先人から引き継いできたものをしっかりと引き継げるのはどの政党なのか、そして日本を豊かに強くできるのはどの政党なのかということを腑に落としていただいた上で、周りにぜひ広げていただきたいということをお願いを申し上げる次第であります。最後に一つお話をしたいのは、この有楽町の駅前、もう素晴らしく発展をしています。しかしここも昭和20年には大東亜戦争時1月17日に大規模な空襲を受け、銀座4丁目1丁目2丁目この有楽町駅前でもたくさんの人が亡くなり、街は瓦礫になりました。同じように私の地元の荒川区も昭和17年に初空襲を受けてから幾度も空襲を受けています。23区の中で60回アメリカは空襲をしました。東京全体では伊豆諸島やサンタマ、小笠原含めると100回空襲をしたというふうに言われています。そしてこの23区では市街地の 50% が瓦礫の山となり、そして23区全体の面積でも 25% が灰となったという記録があります。そうしたことをやったアメリカン大使、今は日米関係友好だというふうに言っています。それももちろん進めていかなきゃいけない。しかし私たちは大虐殺のような形でこの日本を、民間人を多数虐殺をしたそのアメリカン大使、自虐史観に基づいてではなく、その当時の日本の立ち位置もしっかり踏まえた上でアメリカにあった非人道的なことにきちんと総括謝罪を求め、そしてその誠意ある対応を踏まえた上で対等な日米関係を結び、日本を侵略しようとしている特定アジアの国々、そうしたところと対峙をできる強い国づくりをしていかなければいけないというふうに考えております。そうした提起ができるのは日本保守党であると考え、私は参加を昨年の9月にした次第であります。ありがとうございます。今日は着物を着てきたわけですが、この着物は陰陽の二つ巴という紋がたくさん上から下まで入っている夏の着物であります。陰陽の巴というのは、陰転じれば陽となす、陽転じれば陰となす、そしてまた陰は陽に転じます。日本を貧しく弱くしてきた陰の自民党公明党中心の政治から日本を豊かに強くする陽の政治に転換をしていけるように、私も持ち場でしっかりと戦っていく、そして皆様にもそれを広げていただきたいということをお願い申し上げ、私からの一言とさせていただきます。本日本当に多くの方にお集まりいただき、そして広げていただけることに感謝を申し上げます。ありがとうございます。
ゃないんですけど、キャラバンと称していろんなところで凱旋活動してます、北は札幌から、まあ、来週関西の方に行きますけれども、その各地でですね、まあ、それぞれの県警、道警、府警ですね、あるいは所轄の警察の皆さんに大変なご理解をいただいて、そしてあるいはその例えばこの場所もそうですけれどもね、そこを管理しておられる、まあ、関係機関の方々に大変な理解をしてもらってるんですけれども、まあ、その綿密なコミュニケーションをこの梅原顧問がしっかり取ってくださっている。まあ、相手もですね、聞いたらびっくりしますよ。名前検索してみたら、おお、元通産省経産省の官僚で仙台市長かと、まあ、そういうことでですね、非常にこの梅原顧問の、まあ、お力を持って私たちこの活動を本当に円滑にできております。身内の自慢で大変申し訳ございませんけれども、その梅原克彦特別顧問からも一言もらいたいと思います。改めまして皆さん、こんにちは、こんばんは。今日お配りした私どものパンフレット、チラシの中に、重点政策、28項目掲げてございます。あ、ごめんなさい、37項目掲げております。そのうちの確か11番、日本版台湾関係法の制定という項目がございます。これぜひ皆様ご注目ください。ご年配の方はご記憶かと思うんですが、昭和47年、1972年ですから、もう今から52年前の9月29日でした。時の田中角栄総理、大平正芳外務大臣の下で、日本と台湾、まあ、国の名前、国語としては中華民国、それとして今日もあるわけですが、国交を断絶いたしました。そして人民共和国との国交を結び、今日になっております。でアメリカも同じように台湾との国交を断絶し、中国との正式な国交樹立を1979年にしているんですが、そこはアメリカ議会が台湾関係法、台湾リレーションズアクトという法律を直ちに制定をして、アメリカが台湾に対して行うさまざまな協力、最も重要なものは武器の供与でございます。例えば最新鋭の戦闘機の一つである F-16 戦闘機を最近でもアメリカ政府は台湾に供与しています。でこれはもうアメリカだから当然だといえば当然ですが、残念ながら私たち日本は台湾を国として認めていない、法律的に認めていないんです。したがってこの昨今のこの数年の、とりわけこの 1,2 年の台湾周辺をめぐる非常に安全保障上の危機、それは即たった110キロしか離れてない沖縄県の与那国島も含めて、直ちに台湾の危機は日本の存立の危機につながるものでございます。それを意味軸も日本の政治家として最初に堂々と喝破したのが今は亡き安倍晋三元総理でありました。安倍さんの思い出を語り出すと尽きないんですけれども、安倍さんは本当であればこの9月、今月70歳のお誕生日を迎えるはずでした。私と同じ年です。一緒にお祝いをし、台湾でお会いしようと思ってました。しかし皆さん、この安倍晋三亡き後、台湾関係についての日本の外交の方針はますますいわば新中国、美中の路線に傾、なお一層傾いています。日本の政治家、自民党の政治家はじめたくさん台湾に行きます。私も台湾に5年住んでました。そして皆さん、台湾の危機は大変だ、台湾有事は安倍さんが言ったように日本有事だ、口ではとても勇ましいことを言いますけれども、それでは日本の国として、例えばアメリカのような台湾との関係を直接規制する、規律する台湾関係法、あるいはアメリカには台湾旅行法という法律もあります。その制定に向けて議員立法を含め、もちろん外務省はさっぱり動きます。
ませんから、議員立法で何らかのアクションを取っているか、私たちも関係の先生方、あるいは陸海空の自衛隊の OB の有力な OB の方々と一緒になって、自民党の政治家に何度も何度も要請に伺っております。しかし残念なことに、ほとんど全くと言っていいほど動いておりません。その結果、例えば日本の防衛省ですとか、陸海空の自衛隊の現役の幹部、あるいは中堅の人々が台湾の防衛国防関係者と正式な協議議論を持つことは一切できておりません。これが残念ながら現状です。台湾危機が本当にもう間もなく迫る中、台湾が万が一にも、いやもう本当に 近い危機として中国に併存されると、併合されるということは、日本の存立そのものに関わる危機でございます。安倍さんが言った通りです。この日本版台湾関係法の制定ということを唯一公約として掲げておりますのは日本保守党でございます。今日は時間がございませんので、これぐらいいたしますけれども、どうか皆様、日本保守党の外交政策、安全保障政策につきましてもぜひご注目いただきまして、有本事務総長がもっぱらこれまで何十年も努力しておりますウイグルの問題、チベットの問題含め、たくさんの切実な課題がございます。どうか私ども日本保守党の活動に引き続きご注目いただければ幸いでございます。長くなりましたが、これで失礼いたします。ご清聴ありがとうございました。素晴らしい話だったんですけど、私何十年も努力してるっていうと年はいくつなんだっていう話になりますが、まあそれはいいとしまして、今台湾関係法という話ありましたけれども、これはですね、台湾の外交部の人からも言われました。私はそこで言われて初めて分かったんですけど、今年の1月に台湾の総統選があって、そこに行った時にですね、台湾の外交部を表敬訪問しました。そしたら、有本さん、日本保守党は台湾関係法日本版を作るというふうに公約に掲げられてますねと。今まで私たちが知る限り、これを公約に明文化した政党政治団体は日本になかったと思いますというふうに私言われて、あ、そうか、初めてだったのかとびっくりしました。まあ、格のごとくにですね、私たち本当にしがない団体ですけれども、政策のスケールでは与党に負けるものではないというふうに自負しております。そして先ほど、まあ、申しましたようにですね、この日本を何とかしたいというその一年でございまして、そこにこれだけ多くの皆さんが集まってくださっている、この熱気、それから政治を正常にしたいというこの思いにおいて、全く与党に引けを取るものではないというふうに自覚をしております。ですから皆さん、なんとか私たちに、まあ、来たるべき時にですね、お力を与えていただけますよう、周りにこの日本保守党、その輪を広げていただけますようにお願い申し上げたいと思います。よろしくお願いします。百田直樹に最後に一言だけマイク回します。今有本事務総長がですね、来たるべき日にとおっしゃってましたけど、言ってましたけど、あんまり具体的には言いませんけどね、来たるべき日にはですね、皆さんいつでも日本保守党という名前をかけるように、はい、家帰ってね、ノートに日本保守党と何とも書いてくださいね、間違わないようにね、何の紙かしてませんけど、2枚目の紙にですね、日本保守党と、はい、間違っても自民党と書かないようにね。日本保守党はですね、略称は保守党と申します。改めてよろしくお願いいたします。というわけでございます、はい、皆さんね、いよいよですね、この秋の終わりにはですね、何かあるかもしれませんね。いや、何かですらね、なもう日本シリーズのことかも分からへんけど、な、勝手なこと言うな、大谷のね、50-50があるかもしれませんのでね、はい、政治的にもね、何かがあるかもしれません、はい、その時にね、その時のためにですね、皆さん家に帰って、ノート帳を買ってね、
そこで1日10回日本放送と書きましたね。余計なこと言わないで、本当に。皆さん、ぜひとも日本放送、略称保守党をお周りの方々に広めていただけると幸いです。本当に今日蒸し暑い中、1時間以上にもわたって私たちの訴えを聞いてくださってありがとうございました。これからも頑張ります。でこの熱気をですね、関西に持っていきたいと思います。来週の3連休は関西に行きます。その前に明日でございますけれども、明日は初めて多摩地区にこの車で乗り込みたいと思います。明日は立川駅北口で、凱旋活動を行い、その後戻ってきながらですね、新宿でまた新宿中央公園の前でもやりたいと思います。詳しくは日本保守党のウェブサイト、あるいは公式の X、 こちらを見ていただければと思います。よろしくお願いいたします。ある YouTube で私どもの凱旋活動を見てくださっている皆さん、明日は初めて多摩地区に私ども参りますので、よろしくお願いいたします。はい、最後になりますけどね、皆さん、ちょっと真面目に言います。日本っていうのはね、本当に世界最高の国です。これほどの素晴らしい国ないと私はもう信じております。本当に世界最高にモラルのある国、そして最高に誠実な国民のある国、そしてかつてはですね、アメリカに次ぐ世界第二の経済大国やったんですよ。でもね、実際にはアメリカを抜いてました。はい、アメリカはですね、経済大国と言いながらも実はものすごい貧富の差が激しくてですね、本当に国民が本当に幸せな国であるかどうかという微妙です。でも日本はそうじゃなかった。今から日本は30年前はですね、本当にまさに世界最高の国やったんですよ。この世界最高の国日本を